平家物語、尾崎四郎役。祇園少女の鐘の声、諸行無常の響きあり。シャラ草樹の花の色、少女翡翠の理りを表す。溺れる人も久しからず、ただ、春の夜の夢のごとし。 たけ者も,もついには滅びぬひとえに風の前のちりに同じ第1巻24年の長きにわたってその牽制を欲しいままにし「平家にあらざるは人にあらず」とまで豪語した兵士ももとはといえば微力な一地方の豪族にすぎなかった。 その系譜を尋ねると、まず遠く遡って、関武天皇の大五王子、一本宿部教桂原の親王という人物が、その先祖にあたるらしい。桂原の親王の孫にあたる高持の王は、藤原氏の先生に嫌気がさし、無意無感のまま虚しく世を去った父の真似はしたくないと言って、 親戚に降下し中央の乱脈な政治を見限ってもっぱら地方で武芸を磨いてきたその子義持から政森まで六代諸国の図領として私服を肥やす傍ら部門の名を次第にとどろかしていったのである政盛は白河法皇に仕えて信任を得 その子忠盛は鳥羽院に取り入ってそれぞれ徐々に勢力を拡張していった。といっても高々頭領職にある身ではとても正殿を許されるというところまではいかない。当時にあっては正殿を許され天上人と親しく交わることが及びもつかない栄誉であったからこの律儀で賢い田舎武士。 ただ森の心に商談を望む気持ちが頭をもたげてきたのは当然の話である天井の闇ち昔の権力者は地位が安定してくるとやたらにお寺とかお墓とかを建てる習慣があったらしい。 人力では及びのつかない神仏の加護を借りて権力の座にいつまでもとどまることを願うという真理に基づくものである。鳥羽院も金々三流三件の御堂を立てたがっていたこれが忠盛の尽力で完成した時は大変な喜びようだったといわれるその時備前神だった忠盛は 田島の国の国司に任ぜられその上あんなに待ち望んでいた昇殿を初めて許された時に忠盛は36歳の男盛りその感激はまたひとしおであったところがここに意外なところから反対運動が盛り上がってきたそれは 今までさしたるライバルもなくのんきにあてがいぶちに満足していた苦行たちである「どうもあの男はただのネズミではない今のうちに始末しておかないととんだことになるぞ」応用な苦行の中にも敏感に頭の働く男がいたようであるそれが事の始まりで天正元年の11月23日 豊明の世知への煩雑さに紛れてやっつけてしまおうという計画がいつか出来上がってしまった。一方忠盛の方も面白くない胸の内をお世辞笑いに紛らしている苦行の気持ちが手に取るように分かるからこいつは今に何か面倒なことがあるなと思っていた。ともかく計画というものは 大方どこからか情報が漏れてくるものだがおそらくは忠盛ほどの男だから密偵の一人や二人は忍び込ませていたに違いない事前に計画は筒抜けになったもちろんこういう挑戦を聞いてはもともと武士の生まれて武器をとっては遅れをとらない忠盛のことだから内心はほくそえんでいたのかもしれないが まあ、本職の武士が遊び人風情の苦行なんかにやられたとあっては直れだし第一近頃目をかけてくれている賭博員だってがっかりしちまうだろう武骨者にしては用意周到な知恵者でもあった忠盛は何を思ったかわざわざ刀を小脇に抱えて参大した。 戦場で鍛え上げた忠盛の目は、宮中の薄暗いところで、かすかに人の気配のするのを敏感に感じ取った。彼は、やおら刀を抜き放つと、ビュンビュンと振り回したからたまらない。大体が臆病者揃いの苦行たちは、闇夜にひらめく一閃の凄まじさに、帰って生きた心地もなく、呆然と見ていただけだった。 主人が大胆な男だから家来の方もまた粒よりだ。左表絵の城平の家定という男は仮衣の下にご丁寧にも鎧までつけて宮中のお国はにでんとみこしを据えて動かない。グランドの塔の者が目障りだからどいてくれというとこっちは待ってましたとばかり。 どうもこんやあたりやみうちがあるってはなしですね。やっぱりしゅじんのしにぎわはみておきたいからね。とシャーシャーとこたえたままへいきなかおをしていたという。ここまではっきりいわれてはどうにもしかたがない。やみうちけいかくはしぜんおじゃんになってしまった。やがて世知恵がにぎやかにはじまるとただもりも。 トバインに促されて舞を舞い始めた。武芸に優れ度胸満点の忠盛も舞の方はあまり得手ではない。それにこの人は生まれつきのスガメである。スガメの踊りはどうひいき目に見てもあまり優美ではなかったろう。それを苦行たちは喜んだ。日頃の鬱憤を晴らすのはこの時とばかりに生やしたてる。 伊勢兵士はスガメ。伊勢兵士はスガメ。この単純な言葉の中には、忠守の自尊心を恐ろしく傷つけるものがあった。伊勢はもともと兵士の本拠である。ここはまた陶器の産地であって、兵士やスガメが作られる。今は商伝も許され、 天井人にごしてまうみながら、もとはといえば、おまえなんか伊勢の田舎者じゃないか、ひっこめひっこめというわけなのである。さすがに忠盛も、このいじわるな苦行どもの相手がわずらわしくなってきて、刀を殿盛に預けるとさっさと帰ってきてしまった。ところで腹の虫のおさまらないのは苦行たちである。 闇うちはバレてしまうし、せっかく酒の魚にして、んざで恥をかかせようと思うと、とっとと帰ってしまうし、このまま引き下がるのは、何としてもはらである。すると、その一人が、大体、せちえのんに刀を持ってくるというのは、不見識極まると言い出した。まったくだ、いち、 あいつは武装兵のお供まで連れていたんだぞ。こりゃ明らかに法律違反じゃないのかな。理由さえつけば、でっち上げはお手のものである。早速代表者がトバインのところへ訴えてきた。呼び出しが来ても、しかし、忠盛は慌てなかった。むしろ、今来るか今来るかと待っていたところである。 心配そうなトバインやザマー、まあ、見やがれとでも言った苦行たちを尻目にかけて彼の弁舌は爽やかであった。どうも私の知らないうちに家の者が勝手に何かしたらしいですな。何か不穏な噂でも聞き込んで心配してきたんじゃないかと思っています。もしなんなら呼び出しましょうか。どうも近頃の若い者は気が早くて困りますよ。 何刀あああれは殿盛龍の人にわたしたはずですよとにかく中を見てから文句は聞かせていただきましょうこういった調子であるところでもんだいの刀が提出されてみて苦行たちはあっと驚いた中には銀ぱくをぬった木刀が霊々しく 黒塗りの鞘に収まっていたのである。鈴木。任平三年正月、忠盛は五十八歳で死に、息子の清盛が後を継いだ。清盛は父親にも増して、才覚並々ならぬ抜け目のない男だったらしい。保元、平治の乱と、 権力者の内紛におちょっかいを出しながら、自分の地方は着々と固めていって。さて、みんなが気がついた自分には、十一位、打上大臣、平野清盛という男が出来上がっていた。異例のスピード出世というところである。この時代は成功も失敗も一様に神仏に結びつけたがる傾向があった。 兵士の繁盛ぶりを見てこれは熊野権現のご加護だと誰からとなく言い出したところがこの噂の出どころは実は清盛なのである伊勢から熊野へ渡る航海の途中鈴木が清盛の船の中に飛び込んできた乗り合わせていた案内人はこの時とばかり「こりゃめでたい 熊野権現のお印ですぜとお世辞を言った。もちろん清盛は心中でにやりとしたが、そこは神妙な顔で。うん。わしが昔読んだ書物に、天下を平定した州の武王の船にも、白魚が踊り込んできたとかいう話があったのを覚えてるよ。とにかくめでたいことだから、こいつをみんなで食おうじゃないか。と言った。 清盛の脳の巡りの良さも知らず乗船の一堂を強く感激して一切れの魚を味わったに違いない予想通りこの話が巷に伝えられて熊野権現加護説を生み出したのだからまさに清盛の思うつぼだったと言うべきであるカブロ 清盛は五十一歳の時出家し、上会と名乗った。大病にかかったのがきっかけで、サシの彼も少しばかり気が弱くなったらしい。しかし、たちまち病は全開。彼はつるつる頭を撫でながら、まだ当分生きられるぞと言って北えんだ。とにかく平家一族の繁栄ぶりはちょっと類がなかった。 かつての名門の貴族たちにしても、今ではまともに顔も合わせられないありさまである。平家にあらずんば人にあらずといった言葉も、むしろ当然のように迎えられたし、六原風といえば、猫も釈子も右へ習えで、へぼしの折り方やら着付けの仕方まで、皆が平家一族を真似するのである。こういった平氏の戦王に対して、 不満の声のない方が不思議なくらいなのだがそこはそれ万事卒のない清盛入道は言論弾圧の機関もちゃんと用意していたいわゆる平家直属の秘密警察ともいえるこの一帯の正体は十四五の少年部隊である髪をおかっぱに赤いひたたれを着たカブロと呼ばれる面々は 町々の隅々で、ちょっとした噂話にさえ聞き耳を立てていた。一言でも平家の悪口など言おうものなら、立ちどころに家財没収、強制収容の浮き目に遭う。今はただ、目を閉じ、耳を押さえ、口を塞いで。人々は黙々と平家の命に従うばかりである。 それをいいことにしてカブロたちは今日の町々を我が物顔に歩き回る。今日のグレンタイどころではない。絶対の権力を背景にしているだけに、それはもっと始末の悪いものだったに違いない。一門の映画。平家一族は皇位皇冠の兼職を欲しいままにし始めた。 ちょっと見回しただけでも、長男重盛は内大臣兼左大将。次男宗盛は中納言右大将。三男智盛が三味中将。孫のこれ盛が四位の少将,将といった具合である。このほかに数え上げればきりがないくらいで、三義大、中納言、三味以上の苦行十六人。天井人三十四人。 各地の地方官がざっと六十何人という政教だった清盛は息子のほかに八人の娘を持っていたがこれまたそろいもそろって検問危険に縁づいているすなわち火山の院左大臣の奥方県霊門院と言われた安徳天皇の聖母六条の摂政藤原元真の奥方で 白川殿と呼ばれた人。普賢寺藤原元道夫人、冷泉の大納言夫人、七条首里大夫夫人、今一人は白川法王の女吾で、最後は老の恩方と呼ばれる火山の院の上老であった。義王。 当時京都には義王義女と呼ばれる白表紙のひときわ衆に抜きんでた姉妹があったその母も都司と呼ばれ昔白表紙であった清盛が目をつけたのは姉の義王で片時も傍らを離さずに長愛していたおかげで母親も妹も家を建ててもらったり人にちやほやされて 結構な暮らしをしをていた白拍子というのは鳥羽天皇の時代に断層の霊人が水管立栄干しで舞いを舞ったのが始まりとされているがそれがいつか水管だけをつけて踊る舞姫たちを白拍子と呼ぶようになったのである今日の白拍子たちは玉の腰に乗った同性の幸福を羨んだり妬んだり 中にはせめてその幸せにあやかりたいものと義王の義をとって義一義二などと名前を変えるものまで出るほどの評判であったその間にも月日はいつか過ぎて三年ばかりたった頃加賀の国の生まれだと名乗る一人の年若い白表紙が彗星のように現れた。 仏という変わった名前を持つまだ十六歳の裏若い乙女であった。この娘の舞を見た者は優雅な死体と刺す手引く手の巧みさに見せられて幾同音にその素晴らしさを褒めたたえるのでたちまち今日の町の人気をかさらってしまった。 夫での田舎娘がこれほどの成功を勝ち得たのだから満足しても良さそうなものなのに欲望と野心は再現のないものである仏は自分を天下人である清盛に見てもらいたいと言い出したのである私の名もこれほど宣伝されてるし清盛様だって噂ぐらい聞いているはずなのに一度も呼ぼうとしないんだから待ってたってしようがないわ。 どうせ私たちは芸人で芸を売るのが商売なんだから押しかけたって構うものですか若いだけに度胸がいい思い立つと仏は早速紹介状もなしに清盛の屋敷へやってきたのである今をときめく人気スターの訪問に家来の方が喜んでしまった今評判の仏御前が参りました いいそいそと清盛,に取りいだ何仏清盛だって名前ぐらいはとっくに耳に入っているくせにどこの仏が来たと言わんばかりの意地の悪い顔つきで家来をにらみ据えたそれが例の人気者の白表紙仏御前のことでしてバカ者めが清盛は大喝した。 どこの仏か神か知らないが、呼ばれもしないで、のこのこやってくるとは、何たる身の程知らずの女だ。第一この清盛には、れきとした義王という白表紙がいるのを知らんことはないだろう。とにかく、そういう押し売りみたいな奴には用はないんだ。とっとと追い出してしまえ。 つむじを曲げたらてこでもきかないという清盛が頭に湯気を立てて怒っているのだから家来も驚いて青くなって出ていってしまったそばで終始清盛の腹立ちをハラハラしながら見ていた義園は元来が気立ての優しい女である興奮の静まるのを待ってそれとなく鳥なしにかかった そんなに私のことを大事にしていただきまして、なんとお礼も申しようもないくらいですけど。でもね、芸人なんてものは売り込みが出世の第一なんですからね。それに聞けばまだ若い子らしいし、なんだか私も昔を思い出しちゃって身につまされてきますわ。ちょっとでも会ってやるだけでいいじゃありませんか。 ああれじゃあまり身も蓋もありませんわ。もう一度思い直してくださいませ。ん。興奮が冷めてみると清盛にしてもあまり大人げないやり方でちょっと恥ずかしい気がしないでもない。その上、かわいい女にやんわりくどかれればそこはそれ男の弱みでしいて反対もできないものらしい。 屋敷を出ようとしていた仏はたちまち呼び返されて清盛の前に連れてこられた。会ってみると何せ今をときめく白表紙である。年は若いし器量はいいしその上持ち前の度胸の良さで清盛の前に出てもハキハキと受け答えする様子がいかにもはつらつとしていて。 かつてない新鮮な色気を感じさせる。今用でも歌ってみろと言われれば、殿に会えた嬉しさに私の命も伸びるでしょう。と臆する色もなく受け答えをしてからめでたい歌を口ずさむ起点の良さに清盛の気持ちも次第に和やかになってきた。歌がうまいのなら舞うのもうまそうだな。 一つ見せてくれないかおいこれは誰かつずみちを呼べさっきの怒りもどこへやらいつか一座は陽気なざわめきに満たされていった仏の舞姿は一段とまた見事であったあでやかな姿形豊かな清涼巧みな歌いっぷりにいつか清盛の目は仏に釘付けになっている 人差し舞い終わったとき、仏を見て、ほっと我に返った清盛は、門前払いをくらわせたことなぞ、を、遠の昔に忘れたように、仏の袖をらえて、口説き出すのである。予想以上の常守備は嬉しいけれど、さすがに仏も、それほど高顔無知な女ではなかった。いいえ、それはいけません。とにかく私は義王様がいらっしゃらなければ。 お目通りももでできなかったんですもの。そればかりはいくら私だって恥ずかしくて仏の拒否にあって清盛の執着は一層募ってきた何もそんな遠慮することはないではないかだがなお前が義王のいるためにそういうことを言い出すんだったら義王を首にしまえばいいんだろう。そうだそれがいい とんでもない。清盛のとっさの思いつきに仏は一層驚いた。一緒にご長愛を受けるのさえ気が引けるというのに、そんな恩人を追い出して私が居座るなんてことがどうしてできましょう。とにかく、今日のところはこのまま返してください。いや、わしはお前が一目で好きになったんだ。どうあってもお前はわしのものにする。 それより、義園なんだまだそんなところにうろうろしおって。お前は早くあっちへ行け。清盛はその場を去ることもならず、目のやり場に困って隅にかしこまっている祇王に、情け容赦のない言葉を浴びせかけた。もともと気の変わりやすい清盛のもとに奉公して、 いつかはこういう目にも会おうかと、檻につけては想像していたものの、あまりにも早くやってきた破局の意外さに、義王は言葉もなく涙ぐむばかりである。思い立ったら赤子よりも始末の悪い清盛のことだから、口応えなどはしたくともできず、義王は三年の間慣れ親しんだ、西八条の住居に別れを告げたのであった。 別れるとき、義園は今の障子に一種の歌を書きつけた。燃え出るも、かかるも同じ野べの草。いずれか秋に泡で発べき。今は得意絶頂の仏様。あなただっていつ何時、私みたいなことにはなりかねないかもしれませんよ。それは、 義王の精一杯の無言の講義だったのである義王が西八条から離れたことはたちまち京都中に知れ渡った毎月欠かさず母のもとに送られてきた手当金もぱったり途絶えたそして今は仏御前の親類縁者たちが莫大な仕送りで生活しているという噂が広がっていた 清盛の長期であった間は高根の花よと諦めていた義王が、ひとたび姿勢の人間になるとあっちこっちから口がかかってきた。しかし義王はもう二度と人の重いものにはなりたくはなかった。清盛の屋敷で受けた停体ショックは、かつての陽気で明るい義王の性格をすっかり変えてしまったのである。 義園は毎日外に出ず、うちにひっそりとして暮らしていた。その年も暮れて、春になったある日、清盛のところから使いがやってきた。近頃どうしている仏がどうも退屈しているらしいから、慰めに来てくれ。という虫のいい文句である。今ら返事をするのも尺だからほったらかしておくと、 なぜ返事をしないのだ。来るか来ないか、はっきりしたらどうなんだ。そっちがその気なら、こっちにも考えがあるぞ。と、今度は、重ねて脅迫めいた伝言の仕方である。どんな残酷なこともしかねない清盛の気象を知っている母親は気が気ではなかった。なんとか返事したらどうなんだいあの様子じゃ。 お前どんなことをされるかわからないよ。母はそれとなく西八条へ行くことを勧める様子である。でもねお母さん考えてもごらんなさい行くならば行くって言いますよ行かないのに行きませんなんてはっきり言えるものですかどっちにしたって田舎に追放かそれとも殺されるか。 私はもうどうなったって構わないんです。おめおめ、あの人の前に出ることと比べたら、その方がまだずっとましですわ。お前の気持ちはよくわかるけどね。今の世の中で、あの方に反抗して、一体どんな利益があると思う第一男女の問題なんてものは、千年も万年もって具合に行くもんじゃない。お前なんか、 三年間可愛がっていただいただけでも大したものと思わなくちゃ。それに若いお前は田舎のあばら屋でも我慢もできるだろうが、私はどうしても都を離れたくないのだよ。涙ながらにかきくどく母の言葉には逆らうすべもなく。義王はいやいや妹と他の二人の白表紙と連れ立って、 西八丈に出かけて行った。「その日義王の通された席は以前とは段違いの末席である。悪いこと一つしたわけでもないのに暇を出されておまけに席まで落とされるなんてあんまりだわ。今にも涙ぐみそうになるのをぐっとこらえている義王の様子に仏御前の方が胸がいっぱいになってきた。 あんな末席に音をしなくったって、もとはここがあの方の場所だったところなんですよ。あの方を、ここへお呼びなすったらと言ったが、清盛は知らん顔である。仏御前はいたたまれず席を外してしまった。すると清盛は祇王に。今までどうしていたんだ何しろ仏が退屈しようって寂しがるからな。 まあ歌ったり踊ったりして慰めてやってくれよ清盛の言葉に義王は悔しさが胸にこみ上げてきたがじっとこらえて歌い出した「仏も昔は凡夫なり我らもついには仏なりいずれも仏匠をぐせる身を隔つるのみこそ悲しけれ」「俗用にことよせて 切々と歌い続ける義王の姿は波いる人の涙をそそるものがあった清盛も少しは気の毒に思ったらしくねぎらいの言葉を与えて家へ帰した我が家に帰り着くと義王はまたさめざめと涙を流しながら「こんな生き恥をさらしているより死んだ方がよっぽどよい」と母の膝に寄りすがって書きくどく。 妹の義女も姉が死ぬならと安に自殺をほのめかす年老いた母一人がおろおろしながら二人の丹量を戒めてもう一度考え直させようとするそれにつけても清盛の仕打ちの悔しさがまた思い返されてきて親子はまた涙に埋もれるのであった おお母さんののっしゃるのも最もです。それなら都にさえしなければこんな嫌な目にも遭わずに済むんですもの。と義園は二十一という花の盛りに潔く別れを告げると髪を切って嵯峨野の奥に小さな寄りを作って引っこもってしまった。姉の出家に刺激され義女も十九で髪を下ろし。 念仏三昧に日を送るようになった二人の娘に天になられた母もやがて後を追いひっそりした二層庵の生活に入ったのであるやがて春も過ぎ夏も去り初秋の風が吹き始める頃ようやく静かな暮らしにもなれた三人のところに 意外にも人の訪れる様子がした竹の網戸をひそやかにたたく音がしたこんな山深く人の訪れることもない草案暮らしであるさては魔性の者のでも来たのかと恐る恐る戸を開けてみるとなんと仏御前が旅装束のまま戸口にうなだれて立っていた はあ、仏様ではございませんか。一体今頃どうなすったのです義王の驚く声に仏もおろおろと涙を流した。はじめからのことを申し上げるのも気が引けますけどとにかく聞いてください。西八条のお屋敷には私の方からのこのこ出かけて行ってあなたのご尽力で。 清盛様にもお目にかかることができたのに、清盛様から意外にも召し抱えられ、かえってあなたを不幸な目に遭わせてしまいました。本当に私は申し訳なくて、つい先だってもお屋敷へ来てくださった時だって、胸がいっぱいだったんです。今でこそ豊かな生活をさせてもらって、結構づくめで暮らしていたって。 ああいう気まぐれな人のことですもの。いつ何時あなたとおなじみの上になるかわかりやしません。あなたの書き残してくだすった歌を見てはそのことばかり考えていましたわ。一時皆さんの行方がわからずどうなさったのかと思っていましたけど、近頃ここにこうやって暮らしていらっしゃる話を聞き、とうとう決心してやってきたわけなんです。 仏の真実味あふれる告白を聞いて、今までの憎しみも忘れ、三人はじっと聞き入った。いくらお暇をお願いしても清盛様はダメだとおっしゃるし、でも考えれば考えるほど現世の楽しみなんて限りのあるものですものね。一時の楽しさによっても、後々地獄に行くなんて考えるだけでも恐ろしいことですもの。 そう思うと矢も盾もたまらず、今朝思い立って、こんな格好で来たんです。とかぶっていた担ぎを脱いでみると、闇にもほのじろい坊主頭である。こうまで決心してきたんですもの。今までのことは、どうぞ水に流してくださいませ。もし、許してくださらないっておっしゃるんなら、仕方がありません。 あてどなくどこかをさすらい歩いて一生念仏して暮らすだけのことですものそれまで黙って聞いていた義王は思わず息をのんだあなたの気持ちも知らないで実は私少しあなたのことを恨んでいたんですのよ仏の道に帰依したくせに人を恨むなんてと思いながら やっぱり若くて美しいあなたの面影が心を悩ましていたんです。でもねそうまでして訪ねていらしたあなたを「仏さんどうして恨む気持ちが起こりましょうか?」。「あなたが天になられた心境に比べれば私たちの出家の動機なんてお恥ずかしいくらいですわ」。歳というお年で よくそのご決心のつきましたことあなたのような方こそ私たちのちっぽけな気持ちを導いてくださる方ですわこちらからこそお願いしたいくらいです今は温州を超えた晴れやかな表情で義王は仏の手を取って中へ導き入れた以来4人の尼たちは 朝晩工芸を手向け念仏三昧に日を送りながら安らかな往生を遂げたといわれている二代の木先と戦乱が打ち続き世の中が騒然としてくると倫理とか道徳といったものが無視されがちである平家一門の栄養映画の陰には 敗戦の不運になく源氏の将兵がありまた天皇と上皇は互いに牽制し合いながら政権を狙うという不穏な空気が時代を支配していたところで大抵のことには驚かなくなっていた人々が「こればかりは」と眉をひそめた話がある「ここの縁んの妃。さき」 大公大公宮と呼ばれる女性が話題の人である。右大臣金吉の娘で天下第一と言われるほどの美貌の持ち主であった。先帝の死去の後は、この江河原の御所に静かな明け暮れを営んでいた。これに目を留められたのが二条天皇で、もともと女好きの帝であったが、こともあろうに、 のの未亡人に思いを寄せ始めたのであるもちろん未亡人とはいえまだ二十二三歳花の盛りを過ぎたとは言ってもこのまま一生五家暮らしで終わらせるには惜しいほどの器量であった天皇はこの絵瓦に使いをやって思いの丈を打ち上げたけれど待遇の方では天で相手にもされなかった。 ところがそうなると終心が一層募るものらしいとうとう戦時を下して直接右大臣家に働きかけたのであるこうことが公になっては苦行たちも黙っていられない早速会議が開かれて討論が始まったが事が事だけに無論もろ手を挙げて賛成する者はいない。 党の側転武功という洗礼はあっても、これは他の国の話で、日本ではこういう例は今までに一度もないのである。上皇をはじめ一同大反対だったが、しかしそうなると、ますます愛連の情が募ってきたらしい。自分ほどの身分で、心に任せぬことがあるものかと天皇は、 勝手に受大の日取りまで決めてしまったのである。ここまで来てはもうどうにも仕方がなかった。待遇としてはあまり気乗りのしない結婚である。それもひどく浅ましいことのような気がして、終日涙に打ち沈んでいた。まったくあの時、先帝と一緒に死んでしまえば、こんな辛い目にも合いませんでしたのに。 嘆き悲しむのである。その娘の心を哀れと思いながらも、父親は父親で、また別の望みに心をときめかしていた。何にしても直命が降りた以上仕方がないよ。ま、あ仰せに従うのが幸せなことだと私は思うね。ひょっとしてもしお前に男の子でもできてごらん。お前は酷も。 私は外祖父ってことにならないとも限らないんだから父親の本心を知るにつれても待遇の心は一層深い憂慮に閉ざされていった浮伏に沈みもやらで川だけの世に試しなき直や長さんという哀れな心境を世間の人々もいつか聞きし、 そっと同情の心を寄せていた「受胎の日が来たが待遇はなかなか家を出ようとしないのを父の右大臣が無理に車に乗せたほどである代理の様子は先帝のいた当時と少しも変わっていないのがまた待遇の涙を誘った当時の楽しかった結婚生活がありありと思い出されてきて 返す,返すも我が身の不幸が忍ばれてくるのであった受代の後は待遇は霊系殿に住み遊び好きで政治の嫌いな天皇に何かと政務を見ることを勧めていたという変則な時代の犠牲者ともいえる女性の一人である「学ち論」。 永元年の春頃から病みつきがちだった天皇の容態が急変し6月には大蔵の大夫息の金森の娘に産ませた第一王子に位を譲られた間もなく7月23歳という若さで世を去った時に新天皇は2歳という幼子であった天皇の葬儀の夜ちょっとした 争い事が起こったもともと天皇崩御の儀式として奈良京都の僧侶がお供をして墓所の周りに額を打つ習慣があったそれも順番が決まっていて第一が奈良東大寺次が興福寺延暦寺という順で代々守られてきたのである。 ところがこのひ何をおもったか延暦寺の坊主が東大寺のつぎに延暦寺の額をうちつけたのであるするとおさまらないのは興福寺であるあれこれと文句を言っているところへ興福寺ではあらくれ者できこえる坊主がふたりよろいになぎなたたちをかいこんであっという間もなく延暦寺の額をたたきわって 嬉しや水、鳴るは滝の水、日は照るとも絶えず、と陽気に歌いながら、南部の坊主の中に引き上げていった。清水炎上二条邸の葬儀の際の興福寺と延暦寺の争いは、このまま収まるとは誰も思わなかったが、案の定、それから二日おいて二十九日。 比叡山の僧兵が退去して山を下るという噂が広がった。このとき誰が言い出したのか。何でも後白河院が平家追悼を叡山の坊主に申しつけられたって話だぞ。といった類の噂がまことしやかに人の口から口へと語り継がれていった。慌てた平家方は御所の周りをがんじがらめに警戒し。 一門は六原に集って前後策を協議することになった。慌てたのは後白河院も同じである。日頃から平家の戦慮を快く思っていないだけにアリバイが危ないとばかり早速車を飛ばしてこれもまた六原へ駆けつけた。何が何だかわからないから清盛も不安で仕方がない。 日頃から沈着冷静をもって聞こえる重盛だけが「そんなバカなことがあるもんか」と言って皆をなだめて回っているが目に見えない不安に脅かされた人たちは重盛の言葉にも耳を貸そうとしなかった。六原が天出に右往左往している間に永山の僧兵は六原には見向きもせず。 清水寺へ押し寄せて瞬く間に焼き払ってしまった。とにかくあっという間の出来事で、どうもこれが例の額打ちの仕返しとも思われるやり方であった。坊主たちが山に引き上げてようやく今日の町にも聖職が蘇ってきたので、ご白会員も六原を後にされた。 平家側からお供は重盛ただ一人突き従った。どうも今度のゴシラ会員の行動は腑に落ちんところがあるな。任を果たして帰ってきた重盛に清盛が唇を切った。前から臭い臭いと思っていたんだが、とにかくあの人はあまり我々のことをよくは思っていないんだから。 お前なんかうまく丸め込まれて利用されてるんじゃないのかまったく父上は何でもずけずけ言うんですな。そういうことは私だからいいようなものの他人の前では言わない方がいいですよ。とにかく余計なことを考える前にもう少し行いを慎んで人にも親切にしてやるんですな。日頃あまりに傍若無人な父の行為に腹立ちを感じていた重森は ずけずけと言いにくいことまで言ってのけた。まったくあいつはクソ度胸のいい男だ。清盛はつくづくそう思った。一方、後白河院の方でも一党の面々が集って、この度の妙な噂の出どころについて話が持ち上がっていた。どうも話がおかしいよ。平家追放なんて夢にも考えたこともないのにな。 委院としては極力身の潔白を証明したいところである。けげんなお顔でそう言うと、傍らに控えていた最高峰士という男が何食わぬ顔で、これもみんな天の配慮ですよ。とにかく平家のやつらは目に余りますからね。と深刻な表情をしていったので、聞いている一座の者も,もちょっと気味が悪く、それこそ、 これがかぶろに聞かれでもしたらとみんな背筋に泡の立つ思いをしていた東宮立ち。その年は喪中のため即位の行事も取りやめになったが暮れの24日東のお方賢春門院の服になる郷白ら院の王子に親王の戦時があり開けて 年号が変わって仁安となったこの年の10月この王子が東宮になられたがなんと東宮は叔父で6歳天皇がおいで3歳というまったく政権争いの格好な道具でしかなかったのだ仁安3年にはこの天皇が位を叔父の東宮に譲り審員になった 信印は五つ、天皇は八つ。西も東もわからない痛いけな幼児たちは、この大敗した院政の最も大きな犠牲者だったのである。というのも、新しく即位した高倉天皇の母は、平家の一族清盛の義妹にあたり、大納言時忠は義兄である。今や天下の政治は、 八歳の子供の手を離れて、ことごとく兵士の一門の思いのままになったわけで、官の任免をはじめとして、清盛は何かと時忠を重宝があったので、彼のことを世間では、平官白などと言ったりしていた。殿下の乗り合い。花元年七月十六日。 ゴ白河院が出家された。と言っても、今まで通り政務は続けられていたから、別に変わりはなかった。ますますわがまま一方になる平家のやり口については、心の内で何かとご不満を感じていられた様子だったが、それを公にされたわけでもなく、平家の方でも当たらず触らずといった態度で、 表面は何事もない平和な日が過ぎていった。が、事件は思いがけないところから口火を発することになった。重森の次男で新三味の中将、助森は、まだ十三のわんぱく坊主だが、年は若くても、良い星の元に生まれたおかげで身分は高く、死体放題のことをしても、 誰もとがめる者がいないから、図に乗って遊び回っていた。花王二年十月十六日、珍しく雪が降った。大した雪でもなかったが、退屈していた助盛は、雪にかこつけて、枯れ野へ鷹狩りに出かけていった。年頃も同じ程度のいずれを取らぬわんぱくどもを従え、京に帰ってきたのは、すでに日暮れ方である。 家に向かう途中、摂政・藤原元房が三大途中の行列とぱったり出くわしてしまった。何分薄闇の中で、あまり柄のよくない若造の一帯が天下の摂政の行列にぶつかってきたのだから、元房の家来たちは、馬を降りろ馬を降りろ摂政殿下のお通りだぞと口々に怒鳴りつけた。 助森の方はこれで一人でも世間並みの常識を持ち合わせている年配者でもいればよかったのだがとにかく決起に流行る若者ばかりで馬を降りるどころか群れになって駆け抜けようとした。この傍若無人さにカッとなった元房の家来たちは助森一同を馬から引きずり下ろすとこっぴどい目に合わせてやった。 暗いさなかで顔ははっきりわからなかったとはいえ、うすうす平家の金立ちであることぐらいは感づいていたものの、そこは何食わぬ顔で日頃の鬱憤を叩きつけたのである。泥だらけになって半べそをかいて帰ってきた助盛から訳を聞いた、これも万年わんぱく坊主の清盛は、かんかんになった。 何が殿下だ。実力もないくせして、大きな面ばかり下げて、それも、こんな子供相手に、そういう真似をするとは実にけしからん。とにかく、平家一族を馬鹿にするのも甚ははだしい。よし、今に、なんとか仕返しをしてやるぞ。と、大変な興奮の仕方である。 しかし父上、これはこちらにも落ち度があるのではありませぬか。重盛が早速なだめ始めた。これが頼政とか光本とかいう源氏の一家にやられたということになれば、我々一族の面目にもかかわりますが、とにかく相手は何といっても殿下です。むしろこれは殿下に行き合って、馬を降りなかった助盛の比例を責めるべきで。 全く、家来どもも、気の利かないチンピラばかりで。重森は、その時の若侍たちを呼び出し、今後、二度とああいう無礼を働くようなら、すぐさま首にするぞと、きつく脅かしたのであった。ところが、重森の還元などは、馬の耳に念仏である。とにかく腹が立って仕方のない清盛は、 いずれも腕力に覚えのある子飼いのならず者ばかりを各地からこっそり呼び寄せていた二十一日は高倉邸の来年の元服が決まる大事な日でもちろん主役である元房は散大することになっていた清盛はその日に目をつけてひそかに仕返しを企んでいたのであるそうとも知らず元房は ふだんよりも行列をびびしく飾りたてしずしずと堀川の辺りまでやってきた時であった「うわ!」という時の声とともによろいに身を固めものものしく武装した一帯二百余旗に周りをどっと取り囲まれてしまった元より多勢に無勢不意のことでもあり元房の家来たちは右に左に追っかけ回され 馬から引き落とされ散々殴り物にされた上に元取りを一人残らず切り取られてしまったこれが清盛が命じた密かな使命だったのであるその上元房の乗っている車の中へ弓のはずを突き入れたりすだれを引きちぎったり嫌がらせをやってから意気揚々と引き上げていった。 元房は涙ながらにようやく車を引かせてとぼとぼと屋敷に引き返したこの知らせに清盛は喜ぶまいことか手を打って笑いが止まらなかったあいつが車の中でどんな顔をしていたかと思うとおかしくてならぬクランドの台風の元取りを切るときこれは元房の元取りのつもりだと言ったって そいつは愉快だとにかくこんな気持ちのいいことはまたとありゃせんざまあ見やがれ天下の平家に立てつくとどうなるかってことがこれでよく分かったはずじゃ重盛もこの噂を聞いてびっくりした。清盛に褒められて有頂天になっていた関係者を呼び寄せると。 即座に首にして追い出してしまった。さらに息子の助盛には、争いのもとは皆お前の不意気届きだ。少し田舎に行った頭でも冷やしてこい。と言って伊勢の国へ追いやってしまった。さすがに重盛だけのことはあると彼一人でやっと平家の不評を取り戻した。 獅子形に思いがけぬ出来事があって天皇元服の決め事も伸び伸びになっていたが二十五日に無事に行われた元房は太政大臣に承認したがなんとなく割り切れない昇級でもあった年も明けて花王三年正月無事に元服が済み清盛の娘の徳子 後の、剣霊門院が、十五歳で、尿護になった。内大臣、左大将、藤原諸長が、左大将を辞任した。この剣職の後釜を狙って、猛烈な就職運動が始まったのである。すなわち、徳大寺の大納言、実定、火山院の中納言、兼正、新大納言成、成地 子中身角藤中納言家なりの三男の三人がそれぞれ名乗りを上げていたが中でも家柄はよし才能もあり末は大臣大将と噂されていたのは徳大寺の大納言でいわば本命であった後白河院の後ろ盾があるもののどうも形勢不利とみて この上は天の助けにすがるよりほかはないと思い立った成親は男山の岩清水八幡宮に百人の坊主を頼んで七日間大般若卿を度胸させた。そのさなか八幡宮の一宮にある甲羅大明神の前の橘の木に山端が三羽飛んでくるとお互いに食い殺し合って死んでしまった。 とにかくハトは八万大菩薩の第一の使者と信じられているので皆薄気味悪がって早速占いを立ててみると天下騒乱の気配濃厚進化はよろしく謹慎すべしということである成親はこれで懲りたかと思ったが占いよりも現実の官位によほど執着があるらしく 今度は夜になると、鴨の神社へ七日続けて参詣を始めた。七日目の晩、家で寝ていると夢を見た。神社のご放殿の戸が開いて、爽やかな声がした。桜花、鴨の川風恨むなよ。散るをおばえこそとどめざりけれ。 という歌が聞こえてきた。これだけ止め立てされても、成地下の野望は、一層激しくなるばかりである。今度は、ご宝殿後ろの大杉のほらなに、祈祷師を一人閉じ込めて、対岸上場を百日祈らせた。すると、ある日、とどろくような雷が鳴り出したかと思うと、たちまち大すぎに押しかかり、そのために、 社殿の方へ燃え移りそうになったため、新官たちが駆けつけ、ようやく事なきを得た。怒ったのは新官たちで、外の騒ぎもものかは、未だに祈祷を続けている祈祷師を、ー穴から引きずり出すと、文句も言わせず追い出してしまった。これだけ手を尽くした猛運動にもかかわらず、蓋を開けてみると、それは、 成地の思惑をはるかに通り越したものであった。左大将は大納言右大将の重盛がなり、中納言宗盛は一役右大将になっていた。とにかく当時の人事は全く平家の独難状であり、摂政関白の意向はもちろん、後白河院さえ無視されていた状態だったから、結果としてはむしろ当然すぎるほどの任命だった。 ただ誰もがその任感を疑いなく思っていた徳大寺の大納言はさすがに平家専王の世界に愛想が尽きたのか大納言を辞めて家に引きこもってしまった一方成親の不満は募るばかりであった石地が上の徳大寺の大納言や 火山の院に先を越されることは彼としても仕方ないとは思っていたものの宗盛が右大将になるだけはどうにも我慢のならない事実であった彼の気持ちの中に平家への憎悪が次第に厚みをなし幅を広げ形を整えてくるのはあるいは当然のことだったかもしれないしかし世間はそうばかりも見ないものでむしろ 今までの成親が平家から受けた恩義の数々を挙げ重盛とは平治の乱以来因縁浅からぬ関係にあることを言い立て彼の現実的なえげつなさを責めるのであったところで成親と同期こそ違い、志を同じくする者はまだ幾人かあった彼らがいつも好んで寄り集まりの場所にしたのは 獅子が谷にあるこれも同志の一人瞬間の三相であるここは東山の麓にあり後ろは三井寺に続いた用外堅固なところでこういった陰謀を企むにはまさにもってこいの場所だったのであるある晩後白河院がお忍びでここにおいでになり話がいつか平家に対する不満から 次第に、平家を葬る具体的な話になりそうになってきた。後白河院のお供で席に連なっていた条件法院は資料深い男であったから。まだ、この種の話し合いはすべきではない。それに、こう人数が多くては、どんなことで漏れるかわからない。とにかく、ことは慎重に測るべきだ。と、 いを眺め回してったおたがいがまだはらのさぐりあいをしているさなかだからジョのことばはもっともなのだがほかのれんちゅうはなんとなくシにさわる成親などは顔面そうはくになって立ち上がりジョにつめよろうとしたひょうしに着物のそでがふれて前にあったへいしがたおれた「どうしたんだ成親」。 ごしらカインも座のしらけた様子に少し腹立たしそうになりちかに言った。いや、兵士が倒れたんです。めでたいことではありませんぬか。遠い側明の思いつきである。途端にインの顔色がさっと晴れやかになった。何か茶番でもやらぬか。インのお声がかりで、 平んやすよりがついと前へ出てきた。あまりに兵士が多すぎてよいのまわるの早いこと。はてさてどうしたものじゃろうか。しゅんかんがすぐあとをうけていった。くびをとるのがいちばんじゃ。最高こうはそういうとたちまち兵士のあたまをきりおとしてしまった。これには一座が拍手喝采で。 ご白河院もスこブル機嫌が良かった。条件だけがあまりの他愛のなさに怒りもできず、押し黙っているだけであった。これまでのところ、名前の分かっている陰謀加担者は、大海の中条入道連城、俗名成正。発祥寺の修行俊寛僧図。山城の神元兼。 四季の大夫、正綱。平野の方眼、安頼、り。宋半信房。新兵判官助行。摂津の国、源氏。ただのクランド行綱。といった連中で、他に北面の武士が多かった。この中で、春館というのは、京国の現代納言、賀春の孫であるが、 このガシュンが気候の多い変人として知られていた。武士でもないのに気性の激しい怒りっぽい男で、むしゃくしゃしていると自分の屋敷の前に人を通させないというようなとにかく変わった男だった。この祖父の血は瞬間にも脈々と続いていたらしく、僧侶といっても頭を丸めているだけの話で、彼は、 荒々しい気性といい人を食った傲慢さといい祖父そっくりで陰謀好きの事件屋であった。このたくみに多く加わっていた北面の武士とは白河院の時に初めて置かれたものだがこの時代になると相当羽振りを利かしたもので中には五位以上に除せられ昇殿を許されたものもあり。 苦行を苦行とも思わぬ連中が多かった。中には、治友に優れ、実力で地位を固めていく者も,も何人かあったが、高松納言入道・神勢の家来で、諸光・成影なども、ひときわ目立った才能のある武士で、それぞれ、左衛門の城・上右衛門の城になったが、 親贅が殺されたとき、同時に出家して名を改めた。この諸光が最高であり、成影が最敬である。うかわの戦。安元三年三月五日、藤原諸長は打浄大臣。その後重森が襲って内大臣に任命された。 当然、内大臣になるべき大納言貞房を超えての栄心であった。ところで、話は二年ほど遡って、安元元年、加賀の神に任ぜられた諸高という男があった。彼は、例の最高の息子である。この男、人を人とも思わぬ暴君で、 かがの国一円に防制の限りを尽くし、悪評ふんふんたるものがあった。ところで、この弟の諸常が、また、兄貴に輪をかけたような乱暴者で、かがの大官に任ぜられたとき、うかわという山寺で、僧侶がお湯を沸かして浴びていたのを見つけると、あっという間に入り込んできて僧を追い出し、自分が浴びた後で、 馬をあらわせるようなことをやったおこった坊主たちは不法侵入をなじって追い出そうとしたがもろつねのほうも意地になっているから弓矢にかけてもとがんばって動こうとしない坊主たちも今はこれまでとたちまち居合きり合いがはじまったがもろつねの馬が足をおりどうも戦況も不利なのでもろつねは ひとまず、総勢を収めて退却した。夜に入ると、今度は新たな火星を千四人引き連れ、一つ残らず、寺の内を焼き払って、揚々と引き上げた。寺を焼かれて、このまま、おめおめ引き下がる山寺の坊主ではない。まして、宇川は、加賀の国にその由緒も古い、白山神社の末寺なのだ。 7月9日の暮れ方白山三者八員からなる二0余の僧兵は磁石閣名宝大坊招致、学音といった全寺切手の老僧を先頭に諸常の館を目指して押し寄せてきたのである明日の夜明けを待って総攻撃ということに決まった面々は ただじっと静まり返ったまま時の過ぎるのを待っている。暗い闇の中に時折稲妻が走る。そのたびに兜の星が嫁にもはっきりときらりきらりと輝くだけで人のそよとも動く気配も感じられないのが一層不気味さを誘う。館の高窓からこの様子をちらりと見たもろつねは、 戦わぬ先に臆病風を起こしこっそり夜逃げして京へ行ってしまったあくる朝待ちかねた一同が館まで来てみると中はもぬけの殻である人の子一人姿が見えない歯ぎしりして悔しがった僧兵たちは白山中宮のみこしを振り立てると三門に訴えようと比叡山に行進を開始した 昼夜健康の強行軍で8月12日比叡山の東坂本にみこしが到着すると何の前触れか北の空から雷鳴がとどろきいつか都の空にも広がり雪が降り出してみるみる山上から落ちくまなく真っ白になってしまった。 白山の御子を迎えて、矢が上にも士気の高まってきた比叡山三千の僧、及び白山七社の神官たちは、日夜祈祷に専念すると同時に、諸高の流罪、諸常の金獄という二大要求を掲げて、朝廷に早期採決を迫った。しかし、その祭壇は、一日延ばしに伸びて、 一向に誤沙汰の様子がなかった。心ある苦行なども影では成り行きを心配し、とにかく敵に回したらうるさい三文のことだし、昔から三文のことでは幾多の重心がひどい目にあってるんだから、諸高ぐらいの人間ならさっさと三文の要求を入れてしまえばいいのに、という意見もあるのだが、なまじ公にことを持ち出すと、 どんな目に遭うかもしれず我が身かわいさにみんな口をつぐんでいるのであったガンダテ藤原氏の戦王を抑え陰性の始まりを開いたほどの豪気な帝であった高白河院が鴨川の水すごろくの祭比叡の山奉仕 これだけはいかな私でも手に負えない。と言って嘆いたという話がある。三門の横暴ぶりは他にも伝わっている。突破院の時、白山平泉寺を比叡山がしきりに欲しがったことがあった。あまり無理な願いであったから、あわや却下と思われたが、大江の政房が法王をいめ、 お断りになってもようございますがもしも三門の僧兵どもがみこしを先頭に攻めてきたらいかがなさいますか面倒なことになるかもしれません。それなら一層聞き入れてやった方がと三門に歯向かう馬鹿らしさを説いたので法王も気が変わりまったく三門が相手ではどうしようもない。 と言って許したのである三門の威力についてはこんな話もある。それは下法二年のことであるが美濃神源義綱という男が永山の僧であった遠藤を殺した事件があった。早速永山側から比叡の斜視・延暦寺の時間等34人が訴状を持って当時の関白・ 藤原諸道のもとへ脅迫にやってきた。関白は、権野将を頼春という侍に命じて、武力で追っ払えと命令を下した。突然の武力の応酬に殺される者、傷を負う者が続出。三門の使いは方法の手で逃げ帰った。これを聞いた三門の幹部たちが、 ことの死体を朝廷に直訴にやってくると聞いた関白は、再び武士、ケビー氏に先手を打たせ、都に入らぬ先に追い返してしまった。いよいよ起こった三門の衆徒たちは、今はただ憎い関白を祈り殺せとばかり。七者の御腰を根本中道に振り上げて、その前で七日間。 大般若を読み続けた。最後の日になると中隠法院という僧が立ち恐ろしい声で「我らの神を何とぞ五二条の関白にかぶら屋を当ててください何とぞお願い申します八王子権現の神よ」と言って願ったその晩 不思議な夢を見た人があって、八王子権現の社から、かぶら屋の放たれる音がしたと見る間に、京の御所を刺して飛んでいったというのである。ところが、もっと不思議なことには、翌朝、関白の家の講師を開けると、今、山から取れたばかりとしか思えない敷みが、一枝置かれていた。 従来不吉な木であるき見が関白の家の前にあったことはたちまち京都中の評判になったがその噂も広まらぬ先に関白は重い病にかかり明日をも知れぬ身となってしまった。今ら三皇のたたりの恐ろしさを目の当たりに見て関白の母である摂政藤原諸真の妻は もう、いてもたってもいられない気持ちである。ある日、こっそり、身をやつして、冷えの社にこもって、七日七番、祈り続けた。願が叶えられた暁には、芝田学を百回、百番の一つもの、祭礼の行列で一応の装束をしたもの比べ馬、やぶさめ。 相撲をそれぞれ百、仁王公を百座儲け、薬師公を百座、親指と中指の長さの薬師百体、等身大の者百体、並びに釈迦、阿弥陀の像をそれぞれ造立寄進するという条件であった。その上、真鍮にはなお密かに眼立てたことがあったが、それは 内深く秘めて表には出さないでいた満願の夜八王子の社の参詣人の一人で欧州の方から上京してきた少年が突然気を失って倒れた人々がいろいろ手を尽くして介抱すると間もなく息を吹き返したが今度はよろよろっと起き上がると 人々の呆然とした顔を尻目に舞いを舞い始めた。舞うこと半時間ばかりすると、三能の神が乗り移ったのか、少年は不思議な五卓戦を述べるのであった。皆様方よ、確かにお聞きください。関白殿の母上様は、今日で七日、この社代におこもりになった。 それは知っての通り、関白の命乞いに来たので、この際、母上には、三つばかりガン立てをされたのです。それは、一つは、この八代の下段にこもっているかたわにまじって、一千日の間、三能に仕えようというお心なのです。殿下の母であり、摂政の妻ともある後期の人が、 こういう思い切った気持ちになるほど母の愛は強いものなのでしょう。それにしてもまた何とも哀れなことでございましょう。二つ目には大宮橋のたもとから八王子のお社まで回廊を作って寄進すると申されているのです。三千人の大衆が三景の時 雨降りや日照りに悩まされることもなくなって、どんなに助かることでしょう。三つ目には、殿下のお命が流られらえた時には、法華経の講読を毎日、一日の休みなく行わせましょうというのです。この三つ、どれもなかなか大抵なことではありませんが、先の二つはともかく、 おっけこうだけはぜひやってもらいたいものです。とはいえ今度の訴訟はお取り上げくださればわけないことだったのをなかなかお許しにならなくてそのため新官や宮塚への者が殺され傷を負って泣く泣く三王に訴え出た様子を見るとどうにも気の毒で忘れられないのです。その上 彼らが受けた傷は、実は、和光衰弱のお肌に当たったので、その印に、これご覧ください。肩を脱いだところを見ると、左の脇の下に、大きな瓦けほどの傷口があるのだった。巫女は言葉をついで。というわけで、母上のがんはもっともなことですが、もし、 ほっけこをきっとやってくれるというならば、三年だけは命を助けてあげましょう。しかしそれ以上のことは私としても力及ばぬことです。そこまで言うと三王の五卓戦は終わった。関白の母はもちろん心中ひそかにガ立てたことで、人に漏らした覚えもなかったから、 疑うことなくごせ船を受け入れたたとえ一日でも命を延ばしてくださったらありがたいことでございますのに三年とはなんとうれしいありがたい話でございます」と感激の涙を流して都へ帰っていった早速関白領であった紀伊の国田中の将を八王子に寄付された 今日まで、法華経が八王子の社で絶えないのは、そのためだとも言われている。関白物道は、間もなく病気が回復した。が、三年という限られた月日は瞬く間に過ぎ、永長二年六月二十七日、髪の生え際にできた出来物のために、三十八歳という若さで、惜しまれつつこの世を去った。 三門に歯向かうことの恐ろしさを、まざまざと見せつけられた事件であった。こしぶり。加賀神諸隆、木代諸常の断罪を、たびたび叫び続けていたにもかかわらず、一向に沙汰のないのにしびれを切らした三門の僧兵たちは、再び、 実力でことを処理する決心を固めた。折から行われる予定の冷えの祭礼を取りやめると、暗言三年四月、御腰を人頭に京へ繰り出してきた。鴨の河原から宝生寺の一角に兵を繰り出し、御所を東北から囲む体系で迫ってきた。京のまちまち辻辻には、 坊主、神官、そのほか、各寺、神社に仕える者たちが、端くれに至るまで、都王子をぎっしり埋めていた。みこしは、折からの朝日を受けて、輝くばかりのきらびやかさで、人目を奪うばかりである。ことに驚いた朝廷側からは、さっそく、玄平、両家の大将軍に、 出陣の命令を送った。平家方からは、左大将重盛が三千余機で、陽明、大権、雄法の三門を固め、宗盛、友盛以下の所将は、西南の守備についた。一方、北門は、代々守護の職にあった、玄三味頼政が、わずか三百余機の守兵をもって守っていたが、 何分広さは広いし人数は少ないので自然まばらな配置になるのも無理のないことであったこの北門守備の手薄に目をつけた総兵はここからみこしを入れようと構成を開始したところが頼政は知力勇気ともに備わった一筋縄ではいかぬ男であったからこの形勢を見ると にわかに馬から降り、兜を脱ぎ、手を洗い清めると、うやうやしい態度でみこしに拝礼した。総大将のする様子を見て、三百機の家来どもも、それぞれ霊を尽くしてみこしを拝んだ。総兵は予想もしなかったこの光景に、しばし呆然と立ちすくんでいると、よりまさの軍から、 ひときわ華やかによろいをつけた男がすすみ出てきて、みこしの前にひざまずくと、主人からの口上を力強い声で述べたてた。しばらく、三門の方々、お聞きくだされい。主人よりまさが、皆様方に申し上げたいことを言いつかって参ったものでございます。このたびの三門の方々のお訴えは、 まことに理由のある最もなことなのを、今の今までお取り上げにならない、お神の態度には、私自身も、そして世間も、ともどもに残念に思っていたのですが。不幸にもこういう事態になり、御子しをお通ししたいのは山々でございますが。何分、頼政の兵は少なく、この頼政が明けて通したとあっては、後々、 三門のあなた方が、どんな風に言われるかもわかりません。また、私といたしましても、安やす,やすと門を開けることは、直命にも背くことであり。と言って、年来進行しております三王様に弓矢を引いたとあっては、どのような罰をこむりますことやら。弓矢の道も捨てねばならぬ次第ともなり、いずれにしても、 この苦しい胸の内をどう痛そうかと迷っているのですただ東の陣は小松殿が多勢の軍勢で固めておられますのでそちらからお入りくだされば全てが救われるのではないかと思うのですが死者の言葉に総兵一同しばらくためらっていた若い者の中には何も遠慮することはない さっさと入ってしまおうというものも多かったが、中に雄弁家として知られた老僧、豪雲が。よりまさ殿の言うところ、誠に最もである。我々としても御しを人頭に訴えにやってきたのだから、多勢の中を打ち破って通ってこそ、初めて後々まで評判が残ろうというものだ。 頼政殿は、聖和玄師の着流で、武芸はもとより文武両道に優れた絵がたいお人。かつて、この演員の頃、お歌会で、宮山の花という即題に。宮山木の、その小嶺とも見えざりし、桜は花に現れに蹴り、と即座にお答え申し上げたほどの、不流の足しなみも人方ならぬお人じゃ。 これほどの人物にいかに時が時だといっても恥を与えてみこしを通すことができようか。さあ皆の者もう一度みこしを担いでほかに回ることにいたそう。幸運の名調子には数千人の僧兵のうち誰一人意義を挟むものもなかった。みこしを担いで今度は。 重げの固める大賢門に向かって行軍を始めたのである。大賢門からみこを乗り入れようとすると、ここでは待ってましたとばかり、平家の兵たちが一斉に弓を射いたので、みこにも何本か矢が当たり、僧兵たちは居殺される者、傷を負う者が続出した。さながら阿弥教官の地元で、 この圧倒的な優勢な兵力の前には、指物総兵も、みこしを振り捨てると、一目散に、比叡の山へ帰っていった。代理炎上。総兵の引き上げた後、取り残されたみこしについて、にわかに、苦行会議が開かれた。とにかく、 いささか不気味なお土産だけに幾多の論議が繰り返されたが結局法艦四年御輿受落の前例に習って祇園の神社に放置することに話が決まり夕刻を選んで祇園別当長剣の手で祇園の社に入った御輿に突き刺さった矢は神官が抜いた昔から三門の僧兵を先頭に 都に押しかけたことは何度かあったが今度のようにみこしに矢が当たったのは初めてのことであったそれだけに一般の庶民はもちろん天井人の中にも山王の祟りを恐れて戦々恐々とするものが多かったその日が明けて十四日の夜今度はまたまた三門の僧兵が退去して 都に攻め寄せるという風説が広まった。これに恐れをなした朝廷方はまず主情がみ輿しに乗って法十寺殿院のお住まいへ続いて中宮は義車に乗って後を追いそれぞれ身分の高い宮宮公行天上人もあちこちに避難することになった。重盛は直しに弓矢を追い。 これ森は側帯にこれも弓矢をつけ物々しいいでたちで突きしたがったこの急の御所の移転の騒ぎには京都の町中の者も驚きあわて家財道具を持って逃げ出す者まで出てくる始末であった一方永山では早速今度の停滞い打撃について報復するための会議が開かれた これほどの恥をこむった上は、もう遠慮もへちまもない。英山の待遇以下、書道すべてを焼き払って、全山、英山を立ちのこうという強行論が勝ちを占め、表議一決した時、法王の使者に立てられた、当時、左衛門の神の平の時忠が、不運渦巻く英山に数人の友を連れただけで乗り込んできた。 時忠来たるの知らせに興奮した層の中には、冠なんか打ち落として踏んじばって湖に沈めてしまえ、などというものも現れ、今にも時忠に飛びかからんとする気配であった。時忠は、しかし少しも騒がず、落ち着いた物腰で言い放った。方々、しばらくお静まりを、 一言申し上げたいことがあります。と、海中から、返紙とすずりを取り出し、さらさらと何事か書き終わると、三門の僧兵たちに渡した。取り上げてそれを見ると、奇僧らが乱暴老藉を働くのは、これすべて魔性の仕業であり、主情がこれに対して乙女立てなさるのは、 あくまで不動明王の加護によって、仏の道に導き参らせたいというありがたい御趣旨から出たことである、と書かれていた。坊主たちはこの道理の正しさには返す言葉もなく、もっともなことじゃ、と口々に言いながら散っていってしまった。とにかく、 かれる3,000を相手にたった1枚の紙でこれを抑えてしまった時忠の偉さは一躍評判になった。と同時に普段はうるさいことを言い立て乱暴を働く坊主も道理はわきまえていたのだとこれもまた評判がよかった。20日には諸高諸常の裁判が火山の院中納言の手で開かれ。 諸高は尾張に流罪、諸常は金獄に処せられ、さらに三越に矢を置いた重盛の家来六人も獄に繋がれた。これで双兵の要求通り事件は落着したかに見えたが、実にその後に最も恐るべき事件が発生したのである。四月二十八日の夜、 日口富の工事から火が出た。折からの東南の風にあふられて、大車輪のような炎が三町五町は難なく飛び越えて、西北の方角へ、はすかいにはすかいに飛んでいく。その恐ろしさは、とても恐ろしいなどと言えるものではなかった。神社、仏閣、貴族の屋敷を、みるみるうちに舐め尽くし、 今日の町々をはいずり回った日は、その勢いで御所に向かい、須作門にまず飛び火し、瞬く間に全代理中を焼き尽くしてしまった。家々に十代伝わる家宝の類はもちろん、日記も書類も持ち出す暇はなく、すべて怪人に帰した。この大火事は人々の胸に、 あの御しの一件を新たに思い出させるのに十分だった。ある人などは手に手に松明を持った大猿二三千匹が永山から降りて焼き打ちしたのだとまことしやかな噂をする人もいたくらいである。